はい、おはようございます。というわけで、ですね、なんだっけ、EUIC、分かりやすく説明して、どういう大会か。なんか、世界大会っす。まあ、世界大会みたいなもんですね。はい、まあ、海外版 CL みたいな感じか。そう、海外版 JCS、CL だね。2500人が、2500人ぐらいが参加した、まあ、大会。で、予選が15戦きつはい、の大会がつい最近ありまして、そこでね、海外で非常に有名なトードっていうプレイヤーがいるんですけど、その人がまあまたリザードを使って優勝してたんですよ。で、準優勝だったアメリカのアイザイア・ブラッドナー選手ですね。彼もまたアメリカの若手の中では、っていうかめちゃくちゃ強いのに若手。へえ、なるほど。若いのにまだまだ強い。そう、確か俺の記憶が正しければ島田大地がロンドンになったじゃん、あの予選最終戦トップカットをかけた最後の試合の相手がアイザイア。あ、そうなんだ。はい、島田君はその子に勝ったんだ。勝ったはず。まあそうだね、残ってるってこと。勝ったはず、覚えてないけどごめん、間違ってたまあ多分本人が訂正しに来てくれるよみたいな、めっちゃ強い選手のデッキがロストギラキナ・ジュペッタ。はい、で決勝戦がこの2つだったんだよね。そう、レギュレーションはクリムゾンヘイズの1個前までですね、日本っていう。アーメアとかガチグマいないんだけど、それが一緒。結構長いことあのレギュレーションやったけどさ、なんかどっちのデッキもさ、まあ日本では見つからなかったよね。まあそうだね、東堂のデッキリスト見てもらえば分かるんですけれど、まあ非常に日本ではなかなか見ない構築をしています。特にこっちかな。それはね、こっちはやばいねもうアメリカのなんか俺が知ってる人たちでロスギラ握ってた人たちはみんな共有してこれを使ってたっぽい。そうなんだし、なんか、まあ、気になる人はね動画探してもらえれば何戦か試合落ちてるんで、あるね。そう、海外のポケモンオフィシャル見てもらえれば。ちょっとジュペッタとね、ギラティナ、まあ実際にロストの人形供養っていう、まあ、ロストで使ってくださいねっていうジュペッタはいるんですけれど、まあ、それとジュペッタ EX が入ってるデッキになるんですが、まあ、なかなか日本じゃ形にしてるのは見なかったデッキなんで。そうね、まあ最近だからね、不思議な目がまた強くなり始めて、進化のデッキが。まあちょっとこいつの強さを動画内でお伝えできればなと思います。そうね、もしくは決勝戦は、大会の決勝戦の方は東堂のこっちのリザードンが勝ったんですよね。はい、2-0 っす。2-0。だからこっちがもうボコボコにされたと。そう。俺は東堂になれるのか。まあそうね。こっちが勝つのかっていう話ですね。もしくはやっていきましょう。やっていきましょうね。実際の戦いはさ、2-0 でこちら側が勝ってるわけで。BO1 なんてわかんないっすよ。やっぱりね。やっぱりね。神様なんで彼は。あ、彼はね。彼は神様だからね、ノルウェーの神様ね。まあ強いよな。でもなんか何だっけ、シニアかなんかでめっちゃ強い子もいるんでしょう。一生優勝してるみたいな。あ、そうそうそう、今回シニアで優勝してた子は横浜の世界大会でも優勝してた。やばいよね。し、なんか兄弟なんだよ、兄弟なんだよなんか弟も一生強いみたいな名字は板垣だったりしないの、それは。いや、ヘルナンデスだね。ヘルナンデス似てない？ちょっとヘルナンデスね。ヘルナンデスと板垣ちょっと似てる。違うかな。お願いします。はい、ます。うん。拍手だ。ああ、まあ悪かねえか。先行？はい。花選びできそう？一旦ふざけてみるか。いや、ネストは打つんよ。はい。これで今日は置くのかっていう話ですよね。はいはいはい。まず、あ、先行ね。そう、先行で。先行で。これ、そうね。わかる？わかるっしょ。お兄ちゃん。エバーラスティングだ。エバーラスティングな可能性がある。ちょっとぶち壊しに行きます。うわ、出た。もう本当に。ぶち壊しに行くわ。目の前のなんかぶら下がってる勝利に。そう、ぶら下がってる勝利にちょっと食いつか俺。で、これなあ、どうしよう、前に出とくっていう話がまあ焦んなくていいよ。だって進化手張り入れ替えですから。そんなあるわけないよね。いや俺もね、無理だと思うんだ。え早っ。休みですか、止めるか。いやこいつに乗るの無理だと思うんだよね。もうハイパーボール。いやでも道中では乗れるんじゃない、そのたどり着ければさ、1匹目に。あ、どうぞどうぞ。見なさい、やっぱ。あ、いいね。こう影坊主1枚によっていいよ、苦しゅうない。苦しゅうない。その分析はリザード持ってくるためだね。コピー。いやでもこれやっぱさ、こうリザードンとロスギラの対面ってちょっと前もやったわけよ。苦しい。なんかあの時とは全然違うんだよな。てかまだロスト要素1枚もないからね。お、いいね。こうかな。いいんじゃない、こうかな。いいんじゃない、即席と違ってね。こうかな。これさ、これさ、次のターン、いやー、にぎにぎすると使うのっていうさ。いや、終了。おー、この場打てるわけでもないと。大丈夫だろ、大丈夫だろ。いや、あのね、まあこんな初手からキワワじゃなくてアホみたいにこいつ置いたってことはそれなりの手札ってことなんですよ。はい、当たるかな、当たるかな。当たるかな。とりあえず5枚見るわ。絶対いる。絶対いる。まあ欲しい神話の一端をお見せしよう。うん、でもフォローします。これやってるよ完全に。だってジェナティナをジェナティナ一番欲しいからだからね。黒まで待って、俺これもう一匹置いていいの、ベンチワーク大丈夫。俺キュアは何でポフィン捨てたし、俺そうそうなん、ちょっと待ってね、これ俺これで勝つわ。進化デバーリー、ポケモンいるかい。さあ始めよう、タクト君。楽しいポケモンカードの始まりだよ。でも雰囲気加えてんだよな。まあいいよ、リザードこっち行ったら終わりですよね。ポイじゃなくてトカヤミ戦ね。はい、30ダメージ、グッズ使いません、終わりです。はい、不思議なアメネストボール、ハイパーボール、ロストスイーパー、すごい釣り竿、仲良し商品打てません、プライムキャッチャー打てません。おい、やめろよ。おやめろよ、俺キュアはこんなキュアは捨ててまで、俺ジュペッターで殴ったんだけど。一旦 V スターを使います。リザードね、最後落ちたキュア、これ落ちてたらもうゲーム終わってる。まあネクストゲームだからね。いや、4枚取らしてかがり座が起動してからのゲームになるんだけど。いやでもこれ俺目線リザードン EX 現物引かれてるだけできついけどな。進化しますといいんじゃないの。いやこれめっちゃ難しいよ。ちなみに使えない、使えない、使えない、使えないでこの1枚を使うか使わないかって話なんだよな。使えるけど使う、多分。いや前に打つか後ろに打つかって、ね、ああいや、にぎにぎドローしたいですかっていう。ハンドにさ、もうそのリザードン EX がいるならいいんじゃないって思うけど、ないならやっぱね、したいよね。そうだよね。ってことは持ってそうだよね。バレたね、今。バレちゃったら人影ものそいってかい。ピッ、はい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 。2ギ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 。これリザードン EX 持ってないから。そう、持ってないから引いた。1枚。引いた。持ってないから今引いた。俺これ光のうちボスであのリザードン食おっかな、3回殴って。っていう話が一つありますよね。そんなことしたら多分あなたはゲームに負けます。引いてるってことね。そしたら僕はこの動画を無駄にしたくない。いいこと言うね。普通に行くわ、さすがにね。いやこのジュペッタのターンでロストをためよう。アクロマ P は結構使用感いい。やっぱりなんかちょっと前に似たようなデッキ使ってたじゃないですか。あのピジョリザにビーダル、アンフェアスタンプ入れるやつ。あれってポフィンが結構いい感じに使えてた。対象がかなり多いから、マナフィージラーチ、人影、まあポッポビッパ、P めっちゃ良かったっす。じゃあ、はい。わかりました。はい、従いましょう、神の声に。この一旦だけ勝負してみようという話になりましたね。腕フライも引いたのでリザードを取ってみます。はい、ここで飴が引けてますかという、まず1個の問いかけですよね。まず1個の問いかけですよね。でこれね、ギラティナを置くかどうかなんだけど、まあ置くな、さすがに。うん、置くはね、ここしかなさそうな気はするな。そう、これだったら1体でも、いやー多分全部揃ってることはないと思う。まあ簡単に言っちゃう、負けん気8分まではないでしょう。はい、やってみましょう。やってみましょう。はい、ありますか。ちょっと勝負出たけど、いや、ソードなら引ける。ソードなら引ける。どうする？ちょっと俺が言えたことじゃないけど、あんま変顔しすぎるとサムネになっちゃうよ。いや、俺変顔してた。変顔してたよ。マジかよ。ないのか。いや、あのね、あるけどない。あるけどない。すごいついた。あ、あるけどないね。もう一旦か。すごい追加をして、もう一回ハイパーボールね。はい、飴がないのね。ああ、なるほど、それないね。いやでもあった。これはあったよ。いやでも問題はね、問題はさ、人影がいないもん。もう人影がいないんで。やばいよー。あ、どうぞどうぞ。22。ああ、ガチでやばい。いい勝負だった。ネクストゲームか。ああ、惜しいよ、バカ。いいよ、これ最初の1分半ぐらいに詰め込むから。よし。よし、一生床闇でいいぞ、もう一生床闇でいいっす。一生床闇でいいぞ。ありがとう、ありがとう頭取、ありがとう頭取、ありがとう板垣拓人。こっちなんだよ、ありがとう板垣拓人。2をする1本目でこれとかならまあしょうがないなって思えるけどさ、日本でこれだったらたまらんね、本当にたまらんね。なんか床闇飛んできて実は負けたみたいな。ああ、うん、いわばあのやりくやるぞ、これは。お、乗っとくわ。いきます。いや、あれ結構強いよ。いや、これ偉い、マジで。やっぱり強い。これいいね、なんかロストに入ってるビーダルって感じするわ。ビーダル並みの安心感あるから。しかももうボス使えるんでしょ。ボス使えるんでしょ。もう負けだよ。だって仮にこれリザード2体目が置けても、もうだってボスやん。うん、そうだよ。ああ。そういう意味ではジペッタに逃げの1個入れておくのは大事だったかもな。向かった可能性はある。ドロッ。いや、また一生床闇されるでしょ。これ床闇ストでカウンターキャッチャーとなんじゃも一緒にやるのやばいな。はい。終わりときたか。深いね。カード2枚持ってこれますね。2回以内に引いたらいいなと思いながらやってた。なんかまだゲームだった。ゲームだったか。ちょっと待って。お、え？あ、うん、あ、どうぞ。はい。筋なんじゃもあります。さあ大丈夫でしょう。人形供養、はい、正しくはサポーテーション持っています。あれ、後輩くんみたいなことをやりだしたね。あれ、俺もね、日々動画を見て勉強してる。やっぱ先輩くんのね、先輩の姿見て勉強しなきゃいけないからね。後輩かっこ先輩の姿ね。いい席使っちゃうか、せっかくなら。お前が世界一で倒したぞ、東堂。東堂倒したぞ。